皆さんどうも、T 島です。では今回もトロピッククラフトを続き遊んでいきたいと思います。ということで、ちょっと前回から、変わった点、変更する点をちょっと先にお伝えしようかなと。で、今まで最初挨拶するときに、このガードですかね、ですってやってたんですけど、いろいろマインクラフトのバージョン変更であったり、あとはもういろんなちょっと経緯を経て、統一させるためにこの攻撃モーションですかね、これで、挨拶の時使おうかなと思います。であとですね、こちらのこの辞書ですね、これなんですけど、今までこのページ7ページ目までしか開くことができなかったんですよね。で、8ページ目を開こうとするとトロピクラフト自体がクラッシュしてしまってたんですけど、そちらの方をなんとか改善いたしまして、10ページ目まで全部ページを開くことができました。で、このトロピクラフトですかね、どうやら今の段階ではこの辞書ですかね、全部埋めることができないみたいなんですよね。それなので、こういうふうなアイテムとかですかね、持ってても、辞書が認識しなかったり、あとはもう鉱石ですかね、このトロピックラフトで使う、鉱石が出てこなかったりっていう問題があるみたいで、この辞書を全て、完成させることができないみたいなんですよね。それなので、当初そのクリア目的ですかね、としてこの辞書を全て完成させるっていう風に設定してたんですけど、それをちょっと変更させていただこうかなと。で、その変更させていただいて、そのクリア目標ですかね、を、どういうふうに変更するのかというと、今の状態ですかね、その認識、すべて認識はできないですけど、その認識するものだけですかね、それを完成させようかなと。で、あとですね、このこういうふうな、なんていうんですかね、このものをクリックしてやると、こういうのは説明とかが出てくるんですよね。この花だったら染料になりますよとか。で、それを見ながらちょっとアイテムとかですかね、武器であったりとか、こういうふうなものですかね、作っていって、こうやって出てくるものもあれば、結構出てこないものが多分多いんじゃないかなと思うんですよね。で、この鉱石自体も、出てくるのかどうかちょっと分かんないですけど、それなので、このアイテムを作ることに関してですね、ちょっと補助としてこのクラフトガイド、こちらの方を、今回からちょっと入れさせていただきました。なので、そのトロピッククラフトでの、アイテムですね、こういうふうなアイテムを、レシピですかね、を見ながら、こちらのクラフトガイドですかね、もうちょっと使いながら、その辞書ですかね、認識するものだけをちょっと作っていこうかなと。で、自分の中ではまだその鉱石どれが出ないのかっていうのを、まだ完全に把握してないので、もしかしたら、こういうふうなこの ジルコンですかねとかっていうのが出ないのか、このジルコニウムですかね、これとかが出ないのか、ちょっとどれが出ないのかっていうのをちょっと調べていきながら、今の状態で、辞書ですかね、完成、できるところまで、やっていって、それを、クリア目標としていこうかなと思います。それなので、まずはですね、ちょっとこの穴蔵の拠点から、最初のリスポーンですかね、ちょうどのトロピッククラフトの世界に来た時の、場所ですね。で、バニラの世界でもその場所から、本当にもう目と鼻の先にリスポーン地点があるので、ちょっとそちらの方に今回ちょっとお引越しをしようかなと思います。なので、ここら辺のアイテムとかですかね、そこら辺りをちょっと全部移動させようかなと思います。なので、そうですね、その移動させる間はちょっとかっ飛ばしていこうかなと思います。
はい、ということで引っ越しの方が終わりました。で、一応この一番最初来た場所ですかね、まあまだ何も周りない状態なんですよね。ただ本当にもうフェンスで囲っただけっていうような感じなので、まあこの場所ですかね、少しまあ整地しながらちょっとこのフェンスですかね、伸ばしていって、できればあの海の方ですかねまで伸ばして、で、まあ、ちょっとしたなんか家とかですかね、ちょっと簡単なやつですけど、まあ、作ろうかなと。でないと今みたいに雨もしのげないし、それにちょっとこの小麦ですかね、食べ物も今このパイナップルキューブしかないんで、まあこれもあんまり回復量が多いわけではないので、ちょっと小麦ですかね、やっぱり作ってパンを作りたいので、ちょっとそこらあたりを今回やっていこうかなと。でフェンスの方が今15個かなしかないので、ちょっと作らないといけないんですよね。まああの木材はいっぱいあるんで、これを、まあ、棒にして、まあ、作ろうかなと。で、あの 1.7.10 ですかねと、自分が一番初めに、まあ、始めたマイクラのバージョンが 1.8 だったんですけど、作り方が、まあ、フェンスの作り方が全然違うんですよね。で最初のうち全然気づかなくて、でも 1.8 の状態ですかね、これ棒を並べて、で真ん中に、まあ、この木材とかですかね、やってたんですけど作れないなと思って、でよくよく見たらなんか棒を6本ですかね並べてなんか作るみたいで、これですね、バンブースティックとかですかね、これを6つ並べてやればこのバンブーフェンスですかねができるみたいで、これ初めちょっと気づかなくて、何が違うのかなと思ってたら、そのバージョン変更で確か 1.8 から作り方がどうやら変わってたみたいなんですよね。さてちょっと拠点伸ばしていきますかね。じゃあでここら辺、あ結構奥の方まで行かないといけないかな。これは普通の砂、あ色付きの砂だ、がコーラルサンドって書いてある。これなんか使えるのかな。よしよし、ちょっととりあえずじゃあこの先ですかね、伸ばしていきますかね。ちょっとそうしないと食料も確保しないといけないので、ただこれだけのフェンスで足りるかどうかですけどね。ちょっとやっぱり段差があるので、まあとりあえずはもうフェンス敷いていって、であともうここら辺はもう土ですかね、ちょっと土に変えて、まあ小麦を栽培しようかなと。で一番ちょっと厄介なのがですね、ここら辺に出てくるイグアナですかね、もうすでにあの出てきた時からもう敵対意識を持ってるんですよね。それなんでスポーンした時点でもう攻撃を仕掛けてくるんで、ちょっとそれだけ注意しながらやりますかね。とこっちかな、結構こうはあぎりかな。よし、いけたいけど、このでも このコーラルサンドっていうのもちょっと気になるんで、いくつか持っていきますかね。まあ、これもちょっと辞書で、まあ、認識されるかどうかわからないですけど、認識されるのであれば、まあ、何かしら、まあ、用途があると思うので、これで何か作れるのか、普通の砂と同じ扱いではないと思うんですよね。明らかに色も違いますし。よし、とりあえずじゃあこっちのあたりは壊して、あ間違えた、壊しすぎた。よし、これで OK かな。でこっちの方になんか多分これ火山ですかね、
とあとなんかでっかい木とかがあるんで、まあ、これもちょっと探索してみたいんだけど、まあ、何があるかちょっと分かんないですけど、あれだけでかいものだったら中空洞とかになってるんじゃないかなと思うんですよね。で洞窟とかも行ってやっぱりその鉱石ですかね、新しい鉱石とかをやっぱり見つけてこないといけないので、ちょっと一個焼いてみようかな。あ、焼けないんだ。さてこの棒も燃料にならないかな。あーダメですね。あれこれなんか作れるのかな。これは、あー何もならない。さてこれちょっと使い道があるのか、こういう時のためにちょっとクラフトガイド見てみますかね。あー 何も表示されないっていうことは使い道がないのかな。ただ単に普通のブロックとして使う感じなんですかね。コーラルサンドか。うん、何もないっていうのもちょっとあれですね。あ、ただ辞書でちょっと確認してみますか。多分これ見た感じなんかアルファベット順に並んでるので、あ、出てる出てる、これだ。あ、何もないみたいですねこれは。あー、じゃあ使い道がない感じかな。普通のまあ装飾にどうぞみたいな感じなんですかね。やっぱ同じ砂と一緒で、あ、落ちてくるんだなやっぱり。まあでもまあこれで1個辞書が埋まったので、これはじゃあ置いといて、でこのやっぱり辞書もあのやられた時ですかね、その時にアイテム自体全部まあ落としてしまうので、まあロストしたくないのでできるだけまあ置いといて、後からまあアイテムですかね手に入れた時にまあ手に持ってみて認識されたかどうかっていうのをまあ後で確認するっていうような感じでまあいいかなと。